こんにちは、プロ棋士の柳沢です。基本爪がマスター。今回の問題はこちらです。白線黒詞です。責任になってしまわないように気をつけて、えー、うまく仕留めてください。動画を止めるなどして考えてから先へ進んでもらっても OK ですし、すぐに答えを見ても OK です。それでは正解発表です。正解は、まずこちらに、羽でした。これに黒が押さえてくれば、ここで、まあ、眼鏡の急所をついていきますね。ここが急所ですよね。 え、で、まあ、これに、まあ、こう、来れば、この付けで、え、下の目を取れていますね。ですし、ここで、まあ、広げてくれば、え、ここで、まあ、こう、跳ねてから行くのが大事ですね。跳ねて狭めてから、ここに打っておいて、行きがないですね。こことここはもう取ってもね、欠け目にしかなりませんから、関係ないですね。え、ここで、え、今最後、跳ねると言いましたけど、中から行ってしまうと、こう、広げられて、 を席になってしま,いますねここに打ってもこれは咳の形ですので、外から狭めてから、えー、このね、急所を突くという手順が大事ですねえ。ちなみに、まあ、ここでいきなりこう行くと言ったんですけど、ここでね、これもいいし、もう一個こっちから行ってもいいです。もう一回狭める手ですね。えー、これでまあ、えー、こうくればこう受けておきましてね。 でこのあたりにはここでこういきますね。でこれはね2個の形でも別に取られてもね放り込めば掛け目ですからこれも OK です。ここで黒の他の受け方としてはまあこここっちに広げてくるという手もありますけれどもこれもやはりもう一度ねこう跳ねて狭めていくというのは大事ですね。まあ、これで、えーまあ、どっちを抑えても。 まあもう一回こうさっきみたいに狭めてからこう急所に行ってもいいしここで急所に行ってもいいですね。ここで黒がこすんでも同様にまあ中から行くとこう広げられて、えー、これやっぱりね席の形に戻ってしまいますね。ということでこれは差し込んでいきましてねあくまでやはり外からまず狭めるというところがポイントですね。でまあこう継げばやっぱり中から行ってもいいしはいから行ってもいいですね。 押さえれば、放り込んでもいいし、こう言ってもいいですね。で、ここに凹んでくれば、こう、置く手があります。置いて、出れば、ここに放り込んでいって、これ、掛け目にできる形ですね。ということで、この時に、もしここに目を作ってきても、やはり、この置きがいいですね。これでもちろん、こっちからサイジりはすぐ繋がりますし、こっちから打っても、こう打っておいて、この2目はね、えー、まあ何回もやってますけど、取られても、 ね、こう掛け目になりますのでこれは黒が死にとなっています。それでは正解以外の手を検証していきましょう。え最初の手でこう中から行くというのはこ,れはここに広げられましてえ置いてもまあこう押さえてもいいですけどこう,、まあ、こう広げられてねツナいでもこれは石になってしまいますね。じゃああと中から行く手としてはこっちに置くのは。 まあこれも,遮られてもうう手段がないですね。こう打ってもこう受けられましたねもう目がどうしても2つできてしまいますね。他には外から行く手としてまあこうとかこうとかこっちから狭めていくのはですねこれはもうこれ抑えられてですね、まあ、これあんまり狭め入れてないですねこれはあの十分なスペースができてしまいますね。ここからやっていってもねこの4つの形ができちゃいますのでこれはちょっと踏み込み不足になりますね。 しかし、一手でここに行くというのは、これは抑えられて、ここに二眼作るというと、ここにですね、もう一個目を作る余地ができてしまいますよね。常にここに打てばね、もう一眼できちゃいますから、まあ、ですからまあさっきのね、最初の方でやった変化で、跳ねてからこう、つけるという手順だったら、ここに打ってもね、ここに打てばえ死んでいるわけですけれどもね、最初にここに打っちゃうのはうまくいかないということですね。というわけで、改めまして正解は、 羽でした。今回はまずスペースを狭めてから急所をつくというパターンでしたね。いかがでしたかできたよという方もね、まあ、今回はちょっとわからなかったぞという方も、解説だけ見たよという方も、皆さんの取り組んだ経験やご感想などをぜひコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。ご質問もお待ちしております。そしてこの動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。